平野紫仕様が抜けた新生キンプリの欠点はテレビ関係者が解説。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野紫仕様、キシユータ、ジンの脱退により、キングピンス以下キンプリが重大な岐路に立たされている。 元々は6人組だったキンプリだが、岩橋玄樹がパニック障害を発症したことをきっかけに、2021年3月にグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場。新体制で再出発し、それからは順風満つる方に見えたが、6人だったキンプリが5人グループとして再生を図るというストーリーはまさにスマップが辿った奇跡を見ているようでした。 大きなスキャンダルもなく、メンバーの中も良いことから、キンプリはこのまま5人で長年続くグループになるとばかり思っていたんです。業界関係者。だが結局は、スマップ型元を分かつことになったように、デビューから5年で空中分解。今後キンプリは、高橋山と長瀬角の図をとして活動していくという、二人になったキンプリについて、 テレビ業界関係者はどう見ているのだろうか。俳優として活動の場を広げている高橋と長瀬ですが、平野もしくは騎士というグループに一人は置いておきたい天然キャラがいなくなってしまったことでバラエティ要素が極端に薄れてしまった。また、大人数のボーイズグループが増えている中、5人というのはテレビ的にもバランスが取れていたのですが、その長所も失ったことになります。 テレビ業界関係者。また、新生キンプリは6月21日にサーティンスシングル、何者の,の発売を控えているが、ジャニーズ事務所の先輩同キンキキズと比較すると、それぞれの個性が足りないという。キンキキズの堂本剛しと堂本光一は、キャラクターも歌声も全く異なり、そんな二人の織りなすハーモニーが人気と言える。一方、 何者、お聞く限り、長瀬と高橋の性質はあまりに似ており、具をとしての魅力が薄いというのが個人的な感想。今後は、それぞれの個性を打ち出すべく磨きをかける必要があるでしょう。どう金プリの新番組、金トレの問題点とは ?7 月1日からは、高橋と長瀬の二人で、キングプリンする日本テレビ系の実質的後継ぎ番組。 筋トレ、動画、スタート。同番組は出演者たちがお金にまつわる疑問を体当たりで徹底調査する神経在バラエティだという、キングプリンスルに出ていた劇団、一人アンタッチャブル山崎博成も引き続きレギュラー出演するそうです。ただ、こうした補助的な役割をずっと配置するのは番組進行上。 仕方ないとはいえ、メンバーが仕切る力を培うことの妨げになる。しかも、キントレは、キングプリンスル。と同じ枠で引き続き放送すること自体は喜ばしい。ものの後にゴールデンに昇格するという可能性は現時点では極めて低いと言っていいでしょうどう。二人で再スタートを切ったキンプリ。長瀬と高橋を待ち受けるのは茨の道だろうが。 アイドルとしてどのような成長を遂げるのか見守りたい。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。